アルタイルもしくはワシザ、アルファー星はワシザで最も明るい恒星で、全点21の一等星の一つ。太陽系の近傍にある、星間雲 G クラウドの近くに位置している。見かけの明るさが0.76等級の A 型、主系列星で、七夕の彦星ともとしてよく知られている。コト座の部が、白鳥座のデネブと共に、夏の大三角を形成している。 太陽系からの距離は16.7光年で肉眼で看望することができる最も近い恒星の一つである。アルタイルは赤道上の表面速度が約秒速 286km に達する高速な時点をしており、これは恒星が崩壊すると推定されている時点速度である秒速 400km にかなり近い。パロマー試験干渉計を用いた研究では、 アルタイルは、休憩ではなく、その早い時点により潰れた形状になっていることが、明らかになった。このことは、後に、赤外線で動作する複数の望遠鏡を使った、他の干渉系による研究で、この現象が画像化されたことで確認された。アルタイルの形状対応とアルタイルの大きさの、比較アルタイルは、和紙座、ベータ星と和紙座、ガンマ星とともに、 有名な構成の並びを形作っている。アルタイルは太陽の約1.8倍の質量と約11倍の明るさを持つ映画多種系列性である。目まぐるしい速度で自転しており、自転周期は約9時間しかない。ちなみに比較として、太陽の赤道付近は25日強で自転している。その急速な時点により、アルタイルは潰れた形状になり、 その赤道直径は極直径よりも20%以上長くなっている。1999年にワイヤーを用いて行われた衛星測定では、アルタイルの明るさはわずかに変動しており、2時間未満のいくつかの異なる周期で明るさ全体の数千分の1が変動していた。その結果、2005年にアルタイルは縦座デルタ型変更性であると同定された。 その高度曲線は0.8から1.5時間周期の範囲で多数の正弦波を足し合わせることで禁止することができる。この変更はコロナの弱い X 線放射が源になっており、最も活動的な放射源は構成の赤道近くに位置している。この活動は温度が比較的低くなっている赤道付近で形成される対流細胞によるものかもしれない。 1983年、森本正樹、平林久氏により、スタンフォード大学のアンテナからメッセージが送られた。これは、日本人による初の METI イコールアクティブセティである。アルタイルの角直径は1960年代に、ロバート・ハンブリー・ブラウンと彼の共同研究者らにより、オーストラリアのネラブライ天文台で測定され、アルタイルの角直径は3ミリ秒とされた。 ブラウンらはアルタイルが時点により、アルタイルが潰れた形状になることも発見したが、その変平率を測定するにはデータが不十分だった。1999年と2000年に、パロマー試験干渉計を用いて行われた赤外線干渉測定によって、アルタイルが潰れた形状に平坦化されていることが確認された。この研究成果は2001年に、 G.T. バンベルとデビッド・ R. チャーディ、そしてその共同研究者らによって発表された。理論上では、アルタイルは急速な時点により、表面重力と表面温度の値は赤道で低くなり、赤道は極よりも明るくならないと予測されている。重力原稿もしくはフォン・ザイペル効果として知られる。この現象は、2001年に海軍精密工学干渉系によって行われた。 測定によるアルタイルで確認され、その後2004年に大石ら2006年にピーターソンらによって分析されている。2005年にはドミサヤノ・デサウザラが VLT 干渉系に搭載されているビンチによって行われた新たな測定とパロマー展問題と海軍精密光学干渉系で得られていた測定を用いてアルタイルの重力原稿を確認した。 アルタイルは直接画像が得られている数少ない構成の一つである。2006年と2007年に JD マニーヤとその共同研究者らはチャラーレー干渉系に搭載されているミシガン赤外線コンバイナを用いて2006年に行われた赤外線観測をもとにアルタイルの表面の画像を作成した。太陽以外の主系列性で表面が画像化されたのはこれが初めてであった。 疑似カラー画像は2007年に発表された。アルタイルの赤道半径は太陽半径の2.03倍、極半径は1.63倍と推定されており、赤道半径は極半径より25%長くなっている。時点軸は地球から見て約60度傾いている。アルタイルは WDS19508 プラス A85 に A とも名付けられているが、 その周囲には、複数のかすかな見かけの晩成があり、それぞれ WDS19508 プラス085に、B、WDS19508 プラス085に、C、WDS19508 プラス085、08 2D と呼ばれている。このうち B は、A とは固有運動が異なるので、重力的に結合したものではない。C と D は固有運動が不明であり、 重力的に結合しているかについては結論が得られない。型有名のアルタイルはアラビア語で飛称する和紙の意味であるアン・ナサ・アットとアイ・アールが短縮されたもので実際のアラビア語でもアルタイルをと呼ぶ。2016年6月30日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはアルタイルを和紙座・アルファー製の固有名として 正式に承認した。和名類受賞には、彦康之の名とともに、も、八塚日康やの名前が伝えられている。これは、ベータ星、ガンマ星を両脇に従えた様子を、犬を引き連れている姿に見立てたものと考えられている。福岡市で、臨海市枕崎市で、インコドン、宇都市で、犬引きン犬引き星さんなど、九州地方の各地で、 同様の呼び名が残っていた。ありがとうございます。